堀田ゆかりは、フリーランスの通販 MC。通信販売番組の進行役及び、TV ショッピングの PR& 企画。元レーシングドライバー、モータージャーナリスト、ライター、作家秘書。大阪風まで。父方は、富山県氷見市の商家、政治家係。モータースポーツ関連では、国内永久ライセンスを取得し、富士フレッシュマンレースへ参戦。 そこから13年ほどツーリングカーレースに参戦。その後、モータージャーナリストとしても活動し、RJC カーオブザイヤーの選考委員も務めたことがあり、複数の雑誌連載や著書を執筆。ファルケンからのオファーでレーシングマネジメント会社を主催し、主にスーパー耐久レースのチームマネジメントを企画担当。国内外のチームマネジメントを行う。 2005年11月、新聞求人広告から QVC ジャパン採用オーディションに応募。2006年5月から QVC ジャパンが運営するテレビショッピングチャンネル QVC の専任ショッピングナビゲーターを務める。2019年4月で QVC ジャパンのナビゲーターを引退。2019年11月ジャパネットかたへ契約入社。 ラジオショッピング MC2020 年11月まで担当。2021年2月フリーランス通販 MC& 通販企画 &PR として活動スタート。同年2月14日にその第一弾 BSTBS BS ショッピングライブのメイン MC を務める。QVC 時代からファッション、コスメ、ジュエリー関係の紹介を得意とする。 中でもジュエリーは新人時代の深夜帯で売り上げ記録を達成。現在、QVC は深夜放送がなくなったのでこの記録は破られていない。2021ミセソブザイヤー東京ファイナリストに選ばれる。趣味趣味はゴルフ。2012年の3月から現在まで女子限定ゴルフサークルピンクルを主催し、これまでに趣向あふれるコンペを150回以上企画開催。 および、数々のパーティーなど、ゴルフ仲間とイベント100以上を開催。趣味の海外旅行は、レーシングチームマネジメント会社主催時の移動を含めて、海外約70都市、国内は小さな離島以外全制覇。趣味のドライブは、元レーサーで永久ライセンス保持を活かして、RX-7 など、スポーツカーを数台乗りこなしてきた。ありがとうございます。